オ王キ第二一章アハブの死後モアブがイスラエルに背いた。アハズヤはサマリアにあった彼の屋上の部屋の欄干から落ちて渋滞に陥った。彼は死者たちを使わし、行ってエクロンの神バールゼブブに私のこの病が治るかどうか伺いを立てようと命じた。 その頃、主の使いがティシュベジンエリアに告げた。さあ、登って行ってサマリアの王の使者たちに会い、彼らにこう言え。あなた方がエクロンの神、バールゼブブに伺いを立てに行くのはイスラエルに神がいないためか。それゆえ、主はこう言われる。あなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。そこでエリアは出て行った。 使者たちが、アハズヤの元に戻ってきたので、彼は、なぜお前たちは帰ってきたのかと、彼らに尋ねた。彼らは答えた。ある人が、私たちに会いに登ってきて言いました。自分たちを遣わした王のところに帰って、彼にこう告げなさい。主はこう言われる。あなたが人を遣わして、エクロンの神、バール・ゼブブに伺いを立てるのは、 イスラエルに神がいないためか。それゆえ、あなたはその登ったその信頼から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。アハズヤは彼らに尋ねた。お前たちに愛に登ってきて、そんなことを告げたのはどんな男か。彼らが、毛衣を着て腰に革の帯を締めた人でした。と答えると、アハズヤは、 それはティシュベジンエリアだ、と言った。そこでアハズヤは五十人隊の長をその部下五十人と共にエリアのところに使わした。隊長がエリアのところに登っていくと、その時エリアは山の頂に座っていた。隊長はエリアに行った。神の人よ、王のお告げです。降りてきてください。エリアは、 その五十人体の蝶に答えて言った。私が神の人であるなら、天から火が下ってきて、あなたとあなたの部下五十人を焼き尽くすだろう。すると、天から火が下ってきて、彼とその部下五十人を焼き尽くした。王はまた、もう一人の五十人体の長を、その部下五十人と共に、エリアのところに使わした。隊長はエリアに行った。 神の人よ、王がこう言われます。急いで降りてきてください。エリアは彼らに答えた。私が神の人であるなら、天から火が下ってきて、あなたとあなたの部下五十人を焼き尽くすだろう。すると、天から神の火が下ってきて、彼とその部下五十人を焼き尽くした。王はまた、第三の五十人体の長と、 その部下五十人を使わした。この三人目の五十人体の蝶は登っていき、エリアの前にひざまずき、懇願していった。神の人よ、どうか私の命と、このあなたの下辺五十人の命をお助けください。ご承知のように、天から火が下ってきて、先の二人の五十人体の長と、それぞれの部下五十人を焼き尽くしてしまいました。 今、私の命をお助けください。主の使いがエリアに、彼と一緒に下っていけ、彼を恐れてはならない、と言ったので、エリアは立って、彼と一緒に王のところに下って行き、王に言った。主はこう言われる。あなたが使者たちをエクロンの神、バール・ゼブブに伺いを盾に使わしたのは、イスラエルに見言葉を伺う神がいないためか。 それゆえ、あなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。王はエリアが告げた主の言葉の通りに死んだ。そして、ヨラムが代わって王となった。それは、ユダの王、ヨシャファテの子、ヨラムの第二年のことであった。アハズヤには息子がいなかったからである。アハズヤが行ったその他の事柄。 それは、イスラエルの王の歴代史に確かに記されている。